次は夏の終わりにという私の歌です。なんだこれ。まだ準備が。ちょっとあまり話したくないんですが、柳田さんが話せて言うんで話しますけど、まああの。あの当時ちょっとあのまだピュピュアでしたのであの市営球場がありましてね、はい、皆さん知ってますか、小田原になってます、小田原になってます、小田原に駐車場になってます、駐車場まだね、あの女子公園のところ野球場、あそう、ちょっと駐車場がフラグなんですね、はい、はい、でそこで2人でちょっと行ってちょっと DJ ちゃって、ね、いいな、ちょっとピッツは、はい、わかります、よくわかります。で、だんだん暗くなってきて、なんか辺り見るとね、人がポツポツといるんですよ。そんなのいたかな、みたいな。まあね、よく見るとね、4、5人いたんだけど、まあ、要は寝起きみたいな。まあ、そういう思い出です。ちなみにね、ノブさんは奥さん一つです。いわゆる、一難とか主義なんで。本当か、はい、それはあのよく知ってるんですけど、なるほど、はい、一応そういうことで、じゃあ歌いきます。はい、動画から見えてない
좋아하는 바람.